プロスポーツチームの試合会場不足などを解消しようと、岡山商工会議所などが今日岡山市に対し、公設民営の新しいアリーナの整備に向けた提言を行いました。岡山商工会議所の松田久志会頭らが岡山市の大森正夫市長のもとを訪れ、提言書を手渡しました。公設民営の新しいアリーナの整備をめぐっては、商工会議所などが市に対し、去年12月、岡山市北区北長瀬の北長瀬みずほシューズ跡地に整備するよう提言を行っています。市はアリーナの必要性を認めた上で、整備するのであれば観客席5000席程度の規模が望ましく、整備費はおよそ81億円かかると試算しています。今日の提言では、アリーナの6つのコンセプトが示されたほか、整備に向けた費用面でも協力していくことなどが示されました。建物は行政に建てていただく。ただ運営については民間がやるということで、民間といってもどなたがやられるかというのは、これからその議論しなきゃいけないところですけれども。提言を受け、大森市長は、新しいアリーナの必要性は感じている。関係機関と相談しながら検討していきたいと話しました。